言論解説リアルニュース TV ガオー。はい、ということで今日のゲストは五十嵐まりえさんです。よろしくお願いします。五十嵐さんね、新展開、はい、ね、マネーの裏トラ、まあ、まだ言えませんけどね、裏トラの動画公開されないんで、はい、そちらも次回お楽しみ、次回お楽しみね、ということで、あのノートもね URL つけておりますから、はい、あ、そうだ、あとね、この番組面白かったらぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録ね、さらに五十嵐さんへのメッセージぜひコメント欄に書いてください。読んでくれますよね。読みます。待ってます。だって読んでくれるって君らね、ぜひね書いてください。ね、で今日のですね、まあ、あのポイントというテーマはですね、台湾。はい。台湾大事な国ですよね、日本にとってね。その台湾がですね、このまあ流行り病で今も大変なことになってる最中ね、東京タワーでイベントやってんだよ。知ってた？知らなかった。台湾祭りっていう台湾フェスティバルっていうのやってんの。行かなきゃです。そうけど、うん、緊急事態宣言になっちゃってどうなってるんですかね。どうなのかね。はい。でね、あの先週にね、あのニュース出てたんですけど、はいはい、あの台湾フェスティバルのですね、入場特典でパイナップル配ってたそうなんですが、あ、欲しい、はい、これ品切れになったっていうニュースなんですよ。あ、それは大盛況、ね、大盛況ってことは良かったよ、台湾の人。みんな台湾大好きですか。みんな台湾大好き、うん、ね。でこれね、台湾フェスティバルね、ちょっとじゃあこう五十嵐さんこれ見てもらってね、画面ね。まあ、こんなね、パイナップルわーってなってますけど、どんなブースがあるかというと、ほら、あ、すごい、こんな感じです。これちょっと皆さんにお見せした方がいいかな。ランタンとか ね、まあまあこんな感じですよ、はい、ランタンフェスティバルの、ランタンフェスティバルみたいなね、写真とか、そして台湾グルメの、とか、はい、グルメの数々、こんな感じでドーンとね、これです。お腹空いてきましたね。行きたいよね。五十嵐さん台湾大好き。大好きです。あ、行ってる？結構行ってる。5回ぐらい。あ、マジで？すごいね。俺台湾1回しか行ったことないのよ。しかもね、滞在時間ね、ものの48時間ぐらい。乗り換えとかですか？あ、じゃなくてね、あのね、あの勝間さんが講演するっていうのでついてったの。台湾のね、なんかね、ベンチャー企業向けのなんかあの表彰みたいなやつがあって、なんかあのベンチャー企業向けのシンポジウムみたいなやつがあって、そこで日本から有名な経済評論家が来て講演しますって。って言ったら、俺も当時もう本書いてたんで、ジョネさんもちょっと喋ってくれませんとか言って、俺15分ぐらい喋らされた。そう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 。で最初英語で、あ、最初あれで、あの、まあ、中国語で、俺そんなにうまくないんだけど、すげえ練習して、そう、あの喋って、挨拶して、挨拶、東京から来ましたとか言って、そうそうそう、ウォシーリーベンライダーとか言って受けました。はい、そうで、それで、あのだからそんなに、あのご飯もだから一晩しか食べなかったんですけど、あと、うん、ね、あの占い、夜市、ゲーム、ね、物販あるそうです。行くしかないですね。行くしかないですね。行けないから。ね、占いといえば真鍋さんですけど、うん、台湾の占いもあるんでね。はい、ぜひ行ってほしいな。台湾占いはやったことないですけど。ね、でこれ行きたい、うん、大人気なんで、まあいいんですけど、うん、台湾は本当にちょっと重要でして、はい、この間日米首脳会談で、はい、ご存知ですか、あの？ある文言が入ったということ。台湾。海峡、うん、台湾海峡、そう、さっき言ったからね、はい、いや、あの日米共同宣言で特定の場所をですね、うん、あの名指ししてやるっていうことは結構珍しいし、はい、あとその共同宣言の中でその、まあ、チャイナというね、中華人民共和国という国を名指ししてね、まあ、その国際法を違反するようなことはダメだよとビシッと非難しましたよね、はい、でそういう中でやっぱ台湾に対するですね、まあ、なんて言うんでしょうね、危機感というかね、あの相当高まってるというふうに私は思ってるんですよ、うん、で、あのアメリカ の、 あのインド太平洋軍司令官がね、あの議会の証言で6年以内にチャイナは台湾に侵攻するかもしれないと、結構差し迫った危機ですね。知らなかった？6年以内、6年以内来ると、あ、もうその具体的に検証されてるとは知らなかった。そうそうそう、6年以内に来るから、でも来たら大変なことになるぞって思い知らせておかないと、うん、やばいよということを、まあ、アメリカのインド太平洋軍司令官がね、あの言うぐらいです。もう本当にあの公言しましたもんね、うん、あの新聞にも出てるし、だそれぐらいだから台湾って結構、まあ、今切迫した状態にあります、はい、でこれはあのよく言ってますけど、あの戦争になる前にさ、サイバー攻撃とかが激しくなるのね、知ってた、うん、あのね、クリミア併合覚えてる、あ、これまあほら昔ニュース上書とかで言ったけど、はい、あの時ほらもうロシアが見事な反日で取っちゃった、あれはあの前からもう5年前ぐらいからサイバー攻撃とかでやりまくって、で反ロシア的な発言する人のアカウントをなんか潰したりとか、へー、偽情報を流したりとかね、いろいろで、そういうのを作って最後上陸というか、そこにワッと行ったらもうあっという間に一瞬で終わる、はい、
クリミアは半年で、半年じゃ、半日で、半日でで終わっちゃいました。じゃあ実際に台湾に上陸、中国が上陸というかこうする前に、うん、そういうのを今もうやってるんじゃないかってことですね。まあ来てます。サイバー攻撃が思いっきり来てるし、あとあのチャイナの航空機が台湾の防空識別圏に何十機と突っ込んできたりしてるんですよ。え、で台湾側がスクランブル発進して、ここは防空識別圏だから、はい、あのまっすぐ来るんじゃなくて出てきなさいとか言うと、向こうのパイロットが何て言うかというとね、この空域は我々の管轄空域だという謎の言葉なんですよ。管轄空域っていう言葉は国際法上存在しない定義ですよ、うん、そうそうそう。だからあの人ん家に勝手に入ってきた半グレみたいなね、ちょっと怪しげな人に、ちょ出ててください、ここうちの家なんですからと、うちの僕が所有権持ってるんですよ、いやこう俺の縄張りだからって言ってるのと同じなんで、反社か反社ですね、反社です、やってることは、やってるのが反社です。でそれを何回となく繰り返してきてるんですよ。でさらに言うとね、あのチャイナは日本も敵視していまして、この間の警視庁が、はい、あのチャイナの軍に命令されて日本の防衛関連企業など200社をですねハッキングしていて、ハッキングしていたという事実を、まあ、掴んで、はい、でさらにそのハッキングの踏み台になったレンタルサーバーがあるんですよ。それをね偽名で借りた中国人2人、これ書類送検しました。1人はねシステムエンジニアという体で日本企業で働いていた、共産党の党員、共産党、チャイナの共産党、ザ・スパイってことですね。ザ・スパイですよ。もう1人は留学生で、その留学生を事情聴取したところ、いやなんかもうあのね、あのやらなきゃお前分かってんだろうなみたいな感じで脅されてやってるんですってことを言ったらしいんですよ。でそれ新聞出てて、でその人はその事情聴取された後、まあ出国してるんで、でも多分警察でいろいろ喋っちゃったんで向こうで捕まってるか、もうね、なんだか消てるか、いやそうですよ、ですよね、怖いでしょ。反社です。反社だと思えば分かりやすい、うんうん、だからその我々が平和をなんとかとかね、それからそのなんかあれ、あの福島の処理水の件もなんか言ったりしてきてるけど、いやそれはだからあの反社のイチャモンと同じだからと、ですよ、この熊手を買わないとね、店長さんどういうことなのか分かりますよねみたいなね、ある日突然店から火が出たりとかね、分かんないですよとかって言ってきたら怖いじゃないですか。怖い、うん、でそれが向こうの狙いなんです、うん、はい、でそれはあの空母遼寧とか使ってお店から火出ますよっつってあの触れて回ってるわけですよ、はい、そんな状況にあるのが今、まあ、台湾がだから今一番狙われている場所ですから、まあ、こういう民間レベルでですね、あの台湾フェスティバルとかで日本人がすごく応援してるっていうのがすごい大事ですよね、うん、支援したいですね。そうですね。台湾は、はい、当たり前ですけど、うん、中国に対してちっちゃいじゃないですか、はい、国土も人口も、はいはい、だからもうサイバー攻撃もそうだし軍事的にわって来られたら、うん、自分たちだけでは絶対もう自衛できない、ね、その通りです、その通りです、はい、だからアメリカがどれぐらいコミットするかによるんですが、うん、今回の日米共同宣言で、まあ、アメリカのコミット、まあ、それから日本も ね、 ね、 そうですよね、はい、日本もまあコミットするのではないかっていうところがちょっと一歩踏み出したんですよ。で私もこれ前から言ってるんですけど、台湾がもしね攻撃にさらされるようなことになったら沖縄を守るという名目でね自衛隊を出動すべきだと思いますし、ですよね、うん、もうなんか石垣島から、石垣でしたっけ、そうそう、ね、見えますからね、本島と石垣より全然近いですよね、そうそう、与那国島かなが一番近いのかな、もう見えますからね、だからあの与那国に、まあ、今自衛隊いますけれども、うん、あのしっかりとですね沖縄を守るという名目で台湾の、ね、海峡を、ね、平和と安全をもたらすために警備をしなきゃいけないんだと思いますけど、ね、まあ、その時にね潜水艦が役に立つんじゃないかと日本の忍者のような忍者のような潜水艦がねきっと役に立つんじゃないかと思うんですけどね、まあ、ちなみに台湾取られたら、うん、あのチャイナのロジックってね、尖閣は台湾の一部で台湾は俺たちのものっていうこういうロジックなんですよ。じゃあもし台湾まで来ちゃって何かあったらもう尖閣は、うん、絶対来ます、尖閣絶対来ますってなるともう日本も人ごとではないです、ね、はい、いやないんですよ。だから台湾に対するコミットメントはねしっかりやらないとまずいかなと思いますね。まあ、これに対してはあの朝日新聞とかね、軍艦とかとか戦争に巻き込まれるとか言ってくると思うんですけど、違うんですよ。日本が率先してアメリカを戦争に巻き込むんです。これがあの同盟のポイントですね。そうしないと我々が中国に引きずり込まれちゃうってことですね。その通り。日本もだから単独でチャイナと対峙するのはちょっと厳しいです。そうですよ、ね、アメリカと同盟組んでるから対峙できるんだって、うんうん、まあ、そういう意味で言うとアメリカとオーストラリアとインド、ね、まあ、クアッドでもありますし、でここに今あの、ヨーロッパからも参戦してきてますよね。こっち側でね、イギリスのクイーンエリザベスというね虎の子の空母も今
日本に来てたりしますので、うん、名前がかっこいい、かっこいいですよね。フランスも今だってフランスもあれですよ、強襲揚陸艦って、まあ、空母みたいなやつがあるんですけど、これを使ってですねインド洋で訓練してたんですけど、うん、あの日米豪印のクワッドとあのフランスの合同訓練やってますから、まあ、こういう形でですねどんどん合同訓練広めてって、でお前ら来たら分かってんだろうなというのをねしっかり見せつけておかないと、相手が弱いと分かったら来ますからね。弱いと思ってなくても、うん、ね、反射だとどこでも来るじゃないですか。揺さぶってきますから ね、せめてこっちはもうね、はい、威勢よくね、まあ、こうしとかないと、そう、もう町内会全員でみんなでこう連携して、ね、反射暴力団、ね、ノーみたいな感じでやらなきゃいけないですね。ポスター貼んなきゃ。そうですね、はい、そういうふうにねやらないといけないなと、まあ、そういう意味ではね民間レベルで台湾を応援することすごい大事なんで、ね、台湾フェスティバルね、まあ、行けなくても台湾パイナップル買いましょう、うんね、で台湾のパイナップルケーキを買いたいです。そうそう、パイナップルケーキでもいいからね、いろいろ買ったりとかしていただければいいかなというふうに思っております。はい、はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はですね、ぜひね高評価のボタンとねチャンネル登録をねお願いいたします。それから五十嵐さんの、ね、感想ねぜひですね書いてください。よろしくお願いします。ガー